ゃんです。今日はですね、この格好を見て何か思いませんか？そう、今日は運動会あるあるをやっていきたいと思います。イエーイ。おはよう。体育祭に派手髪の子っていらっしゃいませんか？私の学校は NG で、秋になると結構見かける体育祭シーズンの時に、超羨ましいなって思いながら見てました。皆さんの学校にはいらっしゃいましたか？っていうことありませんか？校長先生のお話って体育祭の前の時にしてくださると思うんですけど、めちゃくちゃ大事なことを言ってくれてるけど、コロナしかなんかちょっと長いなーみたいな経験ありませんか？体育競技第2番リレー、やる気出していくよ。行ってくるわっていう腕まくりよく私してた方なんですけど、皆さんはでいらっしゃいましたか？なんか腕まくりをするとやる気がみなぎるっていうか、リレーだったら足が速くなる？いや、それは違うか。なんかうまくいきそうな気がしてたんですよね。結構これやってはる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。フレーフレー白組フレフレ白組フレフレ白組、頑張れ、もっといける、いける、もっともっと抜かせる、いけるよっていう、めちゃくちゃ応援してくれる子っていますよね。すごいパワーになるし、めっちゃ頑張ろうって思いますよね。めっちゃやる気出してくれてる子はありがとう。いませんでしたか？空の学校は黄色、赤、紫、白みたいな感じで、ちょっと色忘れちゃったんですけど、4色ぐらいあって、応援団長とかこの応援団の方がそれぞれにいて、めっちゃでっかい旗に絵を描いて、すごい思いっきり振ってくれてる子いらっしゃいましたよね。はい、ということで今回は運動会あるあるをやってみました。ぜひコメントにもしあったらよろしくお願いします。いや、体育祭ね、ほんと懐かしい。くんのね、学校は実はね、体育祭2回あったんですよ。体育祭っていう名前じゃないんですけど、2回あって、その時がすごい楽しかったんで、まだみんなで体育祭とかできたらいいなってすごく思います。ということで今日もお動画見てくれてありがとうございます。評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。こいちゃんでした。バイバーイ。